動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳でございます。ということで今回もドーン・オブ・マン10回目をやっていきたいと思います。開幕早々ロバでした。ということでね、前回100人に到達した6歳ワークスなんですけれども、今回は開幕早々この知識ポイント41を使って、まず同期時代すべてこれアンロックしてしまいましょう。果樹の栽培、ライ麦の栽培、そして牛の家畜化と、で次はいよいよね、あと9ポイント貯まりましたら青銅器時代、時代って時代ってなんだ、青銅器時代にね突入ということで、今回、10回目は青銅器を目指して頑張っていくんではないかなと思います。はい、いっぺんにアンロックされましたね。で、まあまあとりあえず新しいね果樹園とかね、試してみたいとこなんですけど、前回結構広くしたからね、こっちの方も今絶賛伐採中だもんね。うん、またずらそっか、これずらしてもどん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 奥へ奥へ、丸太は入り用だよね、丸太は入り用。とりあえず木が全部取り尽くしたとしてもまたね、新たにこう生えてきますので、うん、であんまりここの資源取りすぎちゃうと、まあ、そのうち移住しなきゃいけないかもしれないですね。さあ、じゃあまずはちょっといっぱいやることがあるんだけどね、住民の作業負荷が心配ですが、植物全部できるようになりましたね。梨、さくらんぼ、栗、七かまどとねできるようになりました。でまず梨園作りますか。梨園をね、じゃあここにこうかな。あ、結構でかいのこれ、ん、なんか四角でかくないですかこれ。あ、でかいね、でかい、普通の畑とちょっと違うんだ。とりあえず梨園1個で様子見た方がいいかな。あ、で前回指示した狩りやってますねこれね、今こう狙ってます。うん、ナイスナイス、オッケー。でこれらは鹿か、まあいいや。とりあえず木の伐採と新しく梨園をね設けました。そうなってくるとここはちょっと平らじゃないからな、あんまり住むには適してないっぽいんだよな。この奥は、ちょっといい場所ありますね。ここに火打ち石もあるからね。あとこの辺は鉱山が多いですね。鉱脈、火打ち石もあるし、まあ鉄もね、後々に必要な鉄もある。ん、これ一粒小麦、違う、これ火打ち石だ。この辺ね、まあ取るとしたら、まあ一気にこの鉱脈を作って、取っていきたいな。これなんだ、火打ち石か。火打ち石多いねこの辺。まあ今31あるから別に特段いらないんだけど、このね相変わらずなんて読むか分かんない、陽鉱石でいいのかな。まあこれもあるし、今絶賛掘ってる銅鉱山がここと、こっち側にも1個あるよねこれね。ちょっとね、住居はこっちで、資源を遠くに取りに行く、それはでもあんまりいい策とは言えないな。おそらく次どこだ、青銅器時代かな。家がねもうワンランクアップグレードされるはずなんですよ。そうなってくるとこれかな、石材倉庫、円形住居、壁と。この石材をアンロックしたぐらいに引っ越した方がいいのかな。既存の家をアップグレードした方が安く済みそうな気もするんだけどな。ちょっと難しいとこですね。とりあえず前回こう10回目までのプレイの間にこう柵とかね、見張り台とかをたくさん立てて、防備は整えたかなと思います。こっち側はな、ちょっと起伏が激しいから住むには適してなさそうだしな。あくまで住居はここ、資源はちょっとこの川を越えてね取りに行くっていうのはいいんじゃないでしょうか。さあ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 、すごく安泰だぞ。で、前々回ぐらいにね指示した巨石、これだ、ん、これ史跡簿ね、全然進んでないからこれ史跡簿全然進んでないんだけど、どこだっけ、もうすっかりね忘れちゃったよ。どこから取ってこいって指示したかもわかんないんだけど、作業してる史跡簿。これは巨石、まあいいや、ちょっと採掘指示出しておきましょう。巨石、でもこの近場の巨石は採掘指示出したような気がするんだよな。これは、あ、巨石、
取れてるじゃん。よし、コロ。コロの準備して、そっかそっか、採掘はしたが、運ぶ指示までは出してないってとこかな。だとしたらその辺になんか転がってそう。もう忘れちゃったよ、どこから取っといてって指示したか。巨石。こっち側にはないよね。この川の上流の方は、比較的こう、なだらかではあるけど、やっぱり住むにはちょっと適してないっぽいな。これね、なかなかこう広く平らな土地、あ、これもう取ってあるんじゃない？よし、じゃあコロの指示出して、コロの指示を出してなかったんだな。で、コロ優先。コロ優先して、あと、あ、これもじゃない？あ、これもだ、強石。よし。で、コロ。まあ、これでいいでしょう。はい、あ、原子の四角、いいね。ここすごい平らだな。ここすごく平らじゃない？これ。で、さっき六歳がなんか鉱石がいっぱいある、鉱山がいっぱいあるって言ったのこの辺だもんね。あ、こっち側内陸もいいかもな。井戸が作れるので、別に川沿いじゃなくても水は取れるんですよね。そういうのもありかもしれない。ただ大掛かりになるね。思いっきり大掛かりになるね。移住。この村を移住させるわけですから。すごいもう、これ。鉱石ほっぽってるし。もしかして鉱石置く場所がないとか？これ前買ったやつだね、商人から。鉱石の置き場。嵐来た。嵐。鉱石の置き場。これ多分、あれでしょ？荷車。荷車ゴンゾーの続きでしょ？鉱石はどこに置くっつったっけ？あ、ここだ。あ、結構いっぱいだね、石材保管所。作りますか。銅をね、この辺りで作業すると思うので、ここに石材保管所作ろう。貯蔵庫、石材。4方向から行けなきゃダメだもんね。ここ一箇所じゃ足りないでしょ。もう一箇所ぐらいいるんじゃない？ここにも作っちゃおうか。まあ、こんなもんでいいかな。これで石材保管所は結構多い。今邪魔くさいところにあるけどね。で、木材の方は、木材はどうだろう。そっか、大体、大概嵐が来た時っていつも早送りしてるから、あんまりこの雷の音気にならないけど、結構、喋りと被るのね。結構喋りと被っちゃう。まあ、いっか。さあ、石材保管所置いた。あ、パンが103個あるね。すごい。野菜も、豆がすごいね。ん？何？雷に撃たれた？誰？人？ちょっと待って。え？ソリ。あ、ちょっと待って。老子。老子死んでる。マジか。いや、雷にね、家畜が撃たれたっていうのは見たことあるんですけど、雷に村人撃たれたのはこれ初めて見ましたね。雷ばっかりはどうしようもないよね。いや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 、そして丸太がね、今26本保管してるけど、保管はしてるんだ。ただね、結構使ってんだよね、それ以上にね。これ何？あ、生肉置いてあるわ。狩りで取った肉ね。肉もすごい、197だって。干し肉173。むちゃくちゃあるね。ソリはもう使えない。まあいいや、ソリはもういいよ。ちょっとこの辺にも木材保管所を作るか、後々のこと考えてね。あ、商人到着。木材保管所、木材保管所、ちょっとこの辺に2箇所ぐらい置いとこ。 OK。 で、商人なんかいるかな。銅の槍。いや、特にいらないな。あ、でも牛は150か、高いな。牛は飼ってもいいかなと思ったけど、まあいいや。なんもないっす。
すみません、今回何もなしです。で、たくさんの人がいるけど、ソリは全部で今 10台か。10台、荷車が3台、完成してるのはね、完成品がそれだけ。以前指示したソリ10個は、今残ってるソリ10個がそれか。ソリ作っときますかね。とりあえず作業負荷が高いっていうのは出ないから大丈夫じゃないかな。あとロバが今8いるでしょ。荷車がまあ5個、荷車増やしますか。荷車を作ってもらおう。荷車をじゃあ1、2、3、これでロバ8匹分ね。皮、なめした皮が必要なので、それが多分追いついてないんでしょうね。今1個作ってますけど、もう1個ね、まだ足りないもんね。タンニンが欲しい。タンニンがたくさん取れるように指示出そう。この辺の林とか取れるんじゃないかな。3人、あ、まあ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 だね。範囲広げてもこんなもんか。んじゃあここで3人を集めてもらおう。よいしょ。で、3人はたくさんあっていいので4名。よし、3人ね。木はちょっと遠くなるけど、この辺も伐採しちゃってるからね。え、これなんだ。あ、これこの範囲に来たら狩りしてくださいよってやつだ。だから狩りしてたんだ。で、ちょっとこれずらしましょう。この辺。んで、そうだな、木材置いてある？置いてないね。ちょっとここにも橋作りますか。一応ここが浅瀬なんだけど、手前の橋からだいぶ距離あるもんね。うん、この辺でいいかな。この辺に橋作ろう。輸送橋、 OK。 ここね。ちょっとカメラ変えます。グイーンと。いける？いけるね。よし、これ作ってもらおう。橋、あ、クリックできない。橋がクリックできないぞ。できた。はい、優先。こっちに橋作ってもレイダーがこうね、ここを通ってきたとして、こうね、この門に行くまではこう櫓が2つあるから。さあ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 、そんなこんなで食料はかなり安定してますね。食料はかなり安定してるけども、なんかスローペースですな。じゃあ少し早送りをして様子を見ていきたいと思います。はい、ちょっと時間を止めました。ということで、今ちょっとね、早送りしていて、先ほどの翌年の春の終わりですね。ちょっとソリとかが壊れたり、あとね、飢餓が多くって、食料はあるのにね。ということは、こっちの遠くに出てる人が、村に着く前に飢えて倒れちゃうので、ちょっとここにね、今ね、追加施設みたいなのを作ろうとやってたとこなんですね。あと橋、さらに、さっき作った橋がこれね。で、新たにもう一個橋を作ったりとかしてたんですよ、早送りしながらね。そうしたらば、ここ侵入者の攻撃ということで、あ、めちゃめちゃ山の奥、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9名ですね。9名いる。で、とりあえず笛吹いて、で、あわよくば多分こっちのね、この辺り攻めてくるんじゃないかなと思うんだけど、これが結構ね、嵐とかでちょっとダメージ受けてるのね。これどう出るかですよね。じゃあちょっとゆっくり時間進めながら見ていきましょう。さあ、みんな走り出した。敵さんはおそらくこっち側から来るんだよね。まだ遠いので映りませんが、さあ、住民間に合うか。ある程度入ったら閉めたいですね。さあ、農具が少ない。農具が少ないって出たんだよね。来た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 。
来ました。で、ちょっとこの辺の人歩いてんな、この辺の人たち歩ってる。ちょっと先制攻撃仕掛けて時間稼いでもらおうか。さあ、で、門を閉じましょう。あ、商人が商人が門をすり抜けた。さあ、始まった、先制攻撃の差に。よし、下がれ下がれ。あ、一人死んだ。あー、3人が間に合わず犠牲になったが、さあどうでしょう。矢倉が1個破壊された。なんか1人こっち回んなかった。1人これ誰、うちの選手か。さあ2つ矢倉が破壊されてる。ここに1人とここに1人。羊めっちゃ寄ってってる。さあ、あとこいつだけかな。倒れました。いや、まだいるまだいる。お、犬がいった。ナイス、倒しました。こいつ誰だ、こいつうちの住人だ。門閉めちゃったからね。じゃあ門を開けて警戒を解きましょう。ということで、まあ、ちょっと3人をねおとりに使ったんですけど、おとり部隊は死んじゃいました。まあでもね、犠牲を抑えるための戦略とはいえね、ちょっと心苦しいですね。農具が少ないと。よし、じゃあちょっと壊された櫓を立て直しましょう。ほいっと、これだ、これをポン、もう一個、もう一個。こんなとこだったっけ。向き関係ある？関係ないか。まあいいや、ここで2つ。まあいいでしょう。こっちはね比較的無事だね。さあ、ということで9名の襲撃者をなんとか押しのけました。まあね、だいぶやっぱり襲撃が激しくなってきてる。で、ここだ、ここね。とりあえずこっち、農具が少ない。はい、了解。こっちね、ここを、あ、新しい住民来た。ちょっと待ってよ。門も一応作ろうか。門を作って、ちょっとね、広げていかないとダメかなってちょっと思ってきた。うん、こういう風にね。で、この辺にね、今ね、なんだっけ、いろりと、川乾燥、川なめしをね、作ってます。ここでも作業できるようにしようと思いました。で、柵を敷いてちょっと囲ったところで、あれだ、食品貯蔵庫1個ぐらいあってもいいのかなと思ってね。こっちにね、こう。そしたらこの辺の人が飢えることはちょっと減るのかなって、単純に思ったんですよ。ん？動物のための十分な場所がありません。動物増えすぎたね。今マックス50。羊、あれ25に制限しなかったっけ？で、この狩猟のやつをもう少しずらそう。ちょっとあんまそっち行きすぎるとあれなんで、この範囲にしよう。この範囲に来たらやると。OK。まあ、ちょっとね、指示はかなり出してますよ。指示はかなり出してるんですけど、あとね、ソリも結構壊れたのでさらに追加。そして荷車もね、絶賛革が足りないのでまだ作ってる途中です。でね、やっぱりね、士気が下がるのね。なんでトーテムまた、3本増設しました、ここにね。もうトーテムゾーン。トーテムゾーンみたいな感じ。これ担任か。うん、担任ね。あ、でも担任26あんだ。担任が26あるけど、そっか、しばらく狩猟してないからもしかして皮が足りない？生皮がないんだね。なめしてますか？あ、なめしてるなめしてる。なめしてはくれてるのね。なめしが圧倒的に足りないの。
農具が少ない、農具が少ないということで、もうここだけじゃちょっと賄いきれないか、金庫をね。もう一個作りましょうか。炉と炭はたくさん作ったので、金庫もう一個作りましょう。金庫。チキンで、金庫。金庫あってもいいよね。二つぐらい作ろうか。誰かうわーっつったね。うわーっつった。寿命尽きた。ソリはもう使えない。ソリがボンボン壊れていくのさ。動物のための十分な場所がありません。だからさ、羊増えすぎちゃったからさ。農具が少ない。バンバン出るよ。火打ち石のやつをやめたからですね。火打ち石のを作るのをやめて、全部銅にしたから間に合ってないんだね、これ。収穫すべき場所は多いんですが、急ぎね、今多分、銅の釜とか、銅のピッケルとかね、を作ってるとこです。で、銅のストックも石炭もあるんだよね、結構あるので、とりあえず50制限してるので、今打ち止め状態ですね。さあ、置いた動物がこうやって勝手にね、自動的に屠殺指示を受けます。羊多いな。で、とりあえずこの羊毛の服と、アマの服がたくさんあっていいのかなと思って 150% にしました。こっち止めてるからね、この革の服をね、動物のため。1個ぐらい作る、動物小屋したら。農具が少ない、はいドーンドーンドーンってね。よし、これだ。もう1個作れっかな。何気にここデコボコしてんだよね。あ、この辺作れるね。いや、ちょっと並べたいんだけどさ、できれば六歳さん的には並べたいんだけど、うまいこと設置できない。よし、わかった。あ、こっち行けんじゃん。こっちに行こう。んじゃあ、この山の斜面を背に、ここに建てよう。ちょっとね、動物小屋はまばらなんだけどね。さあ、これでどうでしょうか。ちょっと早送りしてる最中にさっき襲撃者に襲われたんですけど、また再びちょっと早送りして様子を見ていきたいと思います。はい、ということで、だいぶ早送りしてたんですけど、2年目の冬ですね、早送り開始から2年経過した冬、また侵入者がやってきました。今ね、相変わらずこの釜が全然足りないんですよ。で、これね、あ、これ貯蔵庫か。ここ金庫を増やしたんですけど、やっぱダメですね、まだ足りない。普通に骨とかも作った方がいいかな。でね、この早送りの2年間なんだけど、こっちの方ね、また少しずついじって拡張してます。住民も109ということで、残り3名しかキャパシティないので、ここに建物建ててます。で、その他に、これなんだっけ、あ、これ荷車ね。ロバが増えてきたんで荷車で、羊は、15匹以上にしないようにしました。まあ、そんな感じでちょっと、活用できる土地をね、なるべく活用しようと。今資源というよりも土地に困ってる感じね。で、ずっと早送りしてたんですが、本日、まあ、というか今回2度目の侵入者、どっち側から、そっち側から。おっと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9名いるね。9名。さあ、どうするか。まず警報鳴らして、また様子見ましょう。こっちから来るということは、ここのね、作りかけのここに来るね。さあ、住民が集まってる。結構遠いぞ。これは分断されるね。さあ、子供とかもいるから、犬がちゃんと構えてるね。で、今回はまあ一応門閉じよう。こっち開いてっけどね、ガラス好きだけどね、この右っかガラス好きだけど、矢倉も建ててたんだよね、まだ途中だったんだけどね。これまだ途中だわ、完成してないわ。さあ、どうでしょうか。普通にこっち側から9名来てます、この伐採が進んでるこっち側からね。槍や弓、さあどうだ、どう出る。よっ、来た。
さあまずもうぶったたいてます。来た来た来た、一匹来たぞ。さあ門が破壊された。やべ、これ横向いてるこいつ。あー殺された。いけいけいけ、もう総力戦だ。あー犬が、犬が殺された。まずいまずいまずい、いけ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 、倒れた、一人倒れた。農具が少ない、倒した。あと一人、おーカメラ早い、カメラ早い、こいつだ、倒したっぽい。さあ勝ちましたが、失ったものも結構ありましたね。9名か、でかいなそれは。さあじゃあ門を開けて、いや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 、めちゃめちゃ早送りして、農具が少ないめちゃめちゃ早送りしててね、まだ途中も途中、いいとこ途中なんだけど間に合わないっすねこれ。ん？ここでいいのかな、これでつながる、まあつながるよね多分ね。これらも途中だったからね。さあほんで、動物を育てる、動物の餌の藁が少ないって出たんですよ。で、とりあえずね干し草ここにも作って、小麦の方をね、うわすごいパン32だって、一気に減った。小麦の方をねどうしようかなと、増やしたいんですよねもうちょっと。どうなんだろうな、果樹園ができたってことは果実の方が日持ちするのかな。ベリーに果実4しかないからね、人口に対しての食料がちょっときついかもしれん。あーみんな寒いって言ってる、この辺農具が少ないと。 OKOKOK、 じゃあね金賞もっと作ろっか。金賞で今ちょっと高い、槍とかは別にいいかな。槍ナイフ斧、槍ナイフ斧止めよう。槍ナイフ斧止めて、鎌とピッケルもいる？あ、ピッケルいるね。ピッケルが入りようだね。この2つだけ。2箇所ではこの2つだけにしよう。優先で作ってもらうことにして、ここはもう全てをね、賄うようにして。でも足りないかな。1人しか作業できないからね、ここね。銅は十分あるんだ。銅も炭もね。うん。で、結構建物がボロくなってきたな。もうポイントが24ポイントあるんですが、次の時代に行っちゃうと多分襲撃者もねパワーアップしちゃうと思うので、もうちょっとこの時代の地盤を整えてから次の時代に移った方が良さそうですね。さあそんなこんなでだいぶねちょっとなんか難しくなってきましたわ。うん、まあ人口も増えてるしね、人口も増えてるし、でも食料がちょっと減ってできてる。あーグラフ下がってきてるもんね。で、とりあえず今ね巨石これ2個持ってきた、あと1個なんですよ史跡墓ね。これができたらお墓ができる。いや巨石はな、あ低体温で死んだ。巨石はね運ぶのにも時間かかるから、他のお墓系はもうちょっと後の時代で作った方がいいかもしんないね。多分馬とか牛とかで引っ張れるんでしょ。全然この辺も途中。あ低体温死んだ。服あるんじゃないこれ、いっぱいあるでしょ羊毛の服。農具が少ない、農具が少ない、参ったね。おおすごいすごいすごい、いっぱいいるぞこれ。ちょっとこれはいいや、バイソンはいいや。バイソンにこの馬狩ろ、馬買っちゃえ。皮がね、この普通のこの皮を、生産率下げました。でこっちを無限にしてます。この難しい方っていうかね、こっちの皮膚の皮じゃなくて皮、こっちをたくさん作るように指示しました。タンニンも取ってるし、まあでも生皮が今少ないのね。うん、資源の管理が難しいぞ、大きくなればなるほどね。
さ、あんまり早送りばっかりだったら申し訳ないんですけど、ちょっとねこのまままったりやっててもしょうがないんで早送りしたいと思います。はい、ここで史跡坊がようやっと完成したようです。こんな感じですね、こんな感じなんか羊がちょうどね毛刈りされてるけど、こんな感じです。早速祈ってますね。長かった、多分また1年2年ぐらい飛ばしたんですよね。で、その間に迎えましたこれね、上限96ってなっちゃったんだけど、家がほとんどぶっ壊れちゃって、これなんでこんなことになってるかっていうと、圧倒的藁不足なんですよね。干し草が全くなくて動物が餓死しまくりで、とにもかくにも小麦をね増やそうと思ったんですけど、この釜がないのね、釜がないので、まあさっきもね早送り前にやったんですけど、釜をね優先的に作ってもらうのと、あと、どこだっけな、あ、これ工房ってやつがね、実は6歳知らなくてあったんですよ、ここに工房ね。ちょっと藁が圧倒的に足りないので何ができるかわかんないですけど、さまざまな道具を作る施設ということで、工房をこの位置と、ちょっと待ってよ、ここと、あとこっち側ね、こっち側にも1個設けてます、ここね。でも藁が足りないでしょ。で今ここに、製作所を作って、火打ち石の鎌だけも作ってもらってます。枝と火打ち石、それに伴って、この火打ち石ね、もうこれ収集してます。ここの火打ち石ゾーン、拾える火打ち石はもう拾い尽くしてなくなっちゃったでしょ。結構早いのね、拾えって言ったらね、バーっとなくなるの。あとはもうこの鉱山ね、鉱山はまだ生きてるから大丈夫でしょう。うん、全然あるね。あ、ちょっと待って、掘削指示出してたやつどこ行った？あれ消えてるぞ。なぜだ、なんでだ。今一度出しましょう。あ、これいらないのか、採掘かな、もしかして。採掘でもないね。あれ、なんでだ、火打ち石の範囲が指定できませんね、平らじゃないから。いや、そんなことない、ダブってんのかな。ここに置いたんですよね、ここに火打ち石拾ってっていう指示を。それが消えちゃいましたから、んー、どういうことだ。まあいいや、とりあえず鉱山があるうちは大丈夫でしょう。で、大体にして全てを大体100個前後ストックするように、制限も変えました。まあ、ここにね新しい家ができたんですけど、もともと建ててる家がねもう壊れちゃったので、ほらもうボロボロでしょ。なんかこれ時代の移り変わりの時こういうこと起こりうるのかな。これも壊れたしね、何ぼかもう壊れちゃってなくなった家もあるんですよ。まあとにかくもう今住民フルマックスだよね。銀行動いてる？動いてないね。一生懸命炉でインゴット作ってる人はいますけどね。人口もだいたい100人前後行ったり来たりです。食料が見てください、このグラフすごく落ち込んだでしょ。鎌とピッケルが圧倒的になくなったので、もう急遽ですけど魚を100匹ストックするようにして、川沿いにね魚釣りを5人体制で指示してます。この辺とかもわやでしょ、指示しまくり。これ序盤みたいだよね、なんかねすごく序盤みたいな展開になってる。でこっちに麦をね取れるようにしてます。でこれ一番最後にアンロックした麦のライ麦っていうのはこれ何なんだろうね。この麦だけ一番最後に出てくるってどういうことなんだろう、このライ麦。とにかくライ麦畑を延々と増やしてます、こうやってね。そうこうしていくうちに史跡坊ができたって話なんだけど、もうね綺麗とか汚いとか気にしてらんないです。とにかく有効活用できる土地をもう利用して麦を作ってます。伐採した分ね。で丸太が14、相変わらず丸太のストック足りないな、切っても切ってもだ。いやー、とにもかくにも食料なんだよ。どうしたもんかね。豆はあるね、果実、これじゃ9しか取れないんだね。まあ、人口多いからしゃあないか。
そうなりますよね。全然藁が収穫できん。で今が夏の終わり頃、秋になったら実るけど、ほら作業がね途中途中だから、畑もなんか歯抜けもいいとこなのね。とにもかくにも麦をたくさん取ってもらって、修復してもらわないとまずいことになってる。さあということでね、第10回目にして、もう次の時代いけるんすよね。これ実は知識ポイント35溜まってね、製造機時代アンロックして、まあ、すぐさまねこの石材とかもいけるんだろうけど、ちょっとまだきついよな。次醸造ビールが作れるようになるんだね。パン焼きが自分でできるようになるんだ。いやー青銅器時代行きたいけどな。あ、ライ麦っていうのはあれか、醸造のために必要なんだ。そういうことね、ビールを作るための麦ね。これ大麦一粒小麦、エンマー小麦、これの違いが分かんないんだよな。違いが分かんないけど、とりあえずもう麦系はたくさん置いてますね。でどんどん干し草をカットし、ちょっと早送りしながら喋るかね。ちょっと早送りで後半だいぶねプレイ時間も長くなってるんですけど、カットしてるところが多いんですよね。非常に多いで、カットしてる割にはそんなに進んでないっていう事実ね。これこの木いらなくない、これカバの木、カバの木切っちゃおう。これあ、火打ち石枯渇した。まあいいや、とにもかくにも火打ち石も100個集めてもらうように指示して。あ、だいぶ増えてきたね。でもね、違う、こっちだ。火打ち石の釜15、銅の釜20。ピッケルと釜がね本当にすぐなくなっちゃう。まあ、斧もねだいぶ伐採指示出したんで、斧も結構なくなってきてますけど、まあ、斧は大丈夫かな。うん、道具がね壊れますね、やっぱね。なんかもうあのRPG ゲームと違って、武器防具作ったらもうずっとそのままってわけじゃなくて、やっぱ壊れる。マイクラ方式だね。ここにも橋作っとくかな、今やめとこうかな。とりあえずソリが10個、荷車が13個あるのね。荷車13個はでかいね。ただロバが8匹しかいないっていうね麦が圧倒的に足りないの。何人か薄い服を着てない人がいる。あー、天の服が少ないのかな。いいじゃん、これから寒い時期なんだから。気温が、うん、11度とかだもん。とにもかくにも藁だ。あ、ちょっとずつ家直してきてないですか、これ。そんなことないかな、気のせいかな。家を直してる気がする。さあ、穀物22、パンも焼かなきゃいけないからね、同時にね。いやー麦畑が少ない。まあでもこっちなんとか作業してくれてるね。あ、荷車余ってるわ。荷車が余ってる。ヤギはまあミルクを作ってくれるんだけど、そんなにたまんないんだよな、ミルクもな。すぐなくなっちゃう。うん、暖かい服着てない。オッケー。あ、商人到着した。商人がね、もう藁でも、あー、藁をもすがる思いだ。うん、まさにそれが言いたかったんだ。藁。銅の釜。釜買おうもん。釜もピッケルも買う。めっちゃ198。今余ってる資材ってなんだ。別に余ってる資材、余ってるものなんてないんだよな。森を少し売って弓50個。あんま売りたくないな、この辺のもの。売れるものが、羊毛でも売ろうか。198か。うわ、食べ物まずいじゃん、これ干し肉まずいね。インゴットは4円か。うわきつい、これ圧倒的資材不足。槍を少し売ろう。あと服 1,2,3,200。 よし、これでとりあえず農具を買ったぞ。
農具を買ったけどもう冬が終わっちゃう。あ、冬が、秋が終わっちゃう。急いで急いでくれ。干し草なんか全然作れてないでしょ、こっちと。ああ消えたわ、冬始まったもん。ほら、いっぺんに刈り取る前に終わっちゃった。お、来た、工房。どこ？これだ。いや、今回ちょっときつい回でしたけどね、最後にこの工房を作ったってところで締めていきたい。あ、こんな形なのね。で、工房で作るのは弓。あ、釣竿作れるんだ。釣竿作ろう。ソリとかも作れる。ソリ荷車も作れるんだ。へえ。あ、じゃあ直接じゃなくてここで作ってもらうようにするんだ。ん、じゃあうまいこと管理画面と組み合わせて、例えばソリの数を25個にしよっか。で、荷車の数を、まあ、15にしとくに制限して連続にしておけば、自動的に作ってくれると。うん、ぶっ壊れてもね、補充してくれる。あ、これは便利だな。ほほ、工房ね。作れる道具は、透析器、スリングと弓と、合成弓はまだだね。それから釣り竿、そしてソリと荷車が今のところ作れるようです。これは便利。いや、とにもかくにも藁が足りない。本当に多分今日のタイトルは藁にもすがる思いって感じだね。第10回目、藁にもすがる思いみたいなね。いや、マジ冗談言ってられないっすわ。藁が全然ないもん。きついなぁ。まあ、こっちもね、今回まあ、ちょっと村っぽくね。村っぽくはなってきましたよ、確かに。うん。一応ね、貯蔵小屋も作ったし、食品貯蔵庫も作って、小さな集落としてね。まあ、人間が必ずしも固定されるわけじゃないので、なんとも言えないですけどね。うん。まあこれ、最初からある村はね、最初からある建物とかをベースに作ってるんで、まあ向きとかもすごい、後からなんとか統一性持たせようと頑張ったけど、こっちは最初からね、建設してるので、まあなんとか向きとかをね、こう考えて、見た目よく、見栄えよくしようかなと思ってやってます。ゆくゆくはこっちに移して、あっち側全部を農地にしちゃうのもありかもしれない。でもそれにしてもそんなに広くないんだよな、この土地、実は。うん、だいぶ橋も立てたしょ。ピッ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 と、ピッ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 と。ね、こまごまこの川を渡れるようにはした。難しくなってきましたね、この辺りから。これ、この梨園って、いる？いる？これ。梨園。梨園とかこっちでいいんじゃない？こっち。このなんもないとこ。ちょっと遠いけどね。例えば、さくらんぼ。あたしさくらんぼ言うと思った人。絶対やるよね、6歳ね。ちょい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 。まあいいや。やるしょ？作業負荷高すぎって出るな、きっと。栗。ちょっとね、ここ埋まってるけど栗でしょ？もう何でもいいや。ないよりいいや。七かまど。多分これ季節ごとに取れるものが違うんだと思うんですよね。なんでも今とりあえず空いてるところにぶち込んでいきたい。うん、こんな感じ。でいいかな？うん。で、この辺多分タンニン取れって言ってるはずだから、あんま伐採したくないんだよな。あ、ここか。ここですね。じゃあこっちは伐採してもいいか。うん。まあ、とりあえず今急ぎ伐採する必要もないので、指示だけ出しておきましょう。さあ、という形でね、だいぶ本当に、後半になればなるほど動画の尺がめちゃめちゃ長くなってくるんだけど、ポイントとしてはもう十分青銅器時代に行くことはできます。いつもだったらここで青銅器時代ポンって言って、行くところなんですけど、今回ちょっとね、全然基盤ができていないので、このまま次の時代に突入するのは危険かなと思います。はい、取れ高がちょっと少ない回になったんですけど、今回は史跡簿と、あと工房を作った。そして、こちら側にね、こちら側にもちょっと村を拡張しつつあるよっていうのが第10回目なんですけど、ほんと第10回目の一番のね、ポイントは、
藁不足ですね。藁不足により何もかもが不足、家も壊れる、食料も不足する。でその大きな原因は農具がなかった。農具ね、この釜とピッケルはまあいいや、釜が切れてたことに気づかなかったっていうね。これが停滞ミスでした。で食料が今もうすごく下回ってるね。さあ第11回目以降どうなるのやら六歳ワークスみたいな感じですね。とっても苦しい回になりましたけども、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ということでだいぶ尺が長くなってきたんでこの辺で締めていきたいと思います。ではいつものやりましょう。この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Twitter もやってますんでよかったらフォローよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみ。いつしか6歳でした。バイバイ。